皆さんこんにちは、ゆいです。3週間ちょっと日本に滞在して無事にモントリオールに帰ってまいりました。多分毎回やってると思うんですけど、今回も帰国中に買ってよかったなって思ったものを10個紹介したいと思います。まずはこちら、ニトリで買った卵焼き器、卵を焼くフライパンです。2年ぐらい前に真ん中で分かれてる四角いフライパンは買って帰ってきて、もう毎朝使ってるんですけど、ちょっとずつなんかくっつきやすくなったなって思ってて、もう一つ四角いのが欲しいなと思って買いました。本当にやっぱり新しいからもちろんなんですけど、くっつかなくて卵を焼くのがすごい気持ちいいです。今使ってるやつも全然まだまだ大丈夫なんですけど、やっぱりだし巻き卵とかスクランブルエッグとかをしたいときはくっついちゃうとどうにもならないので、すごい今気持ちよく卵が焼ける状態で嬉しいです。で、今洗濯機に入れてってお見せできないんですけど、同じくニトリでなんか洗濯機に入れるボールみたいな、一緒に洗うボールみたいなのも買って帰ってきてよかったなって思います。とにかく洗濯した後に取り出す時に絡まらないからすんごく楽です。お仕事で1日のうちに 2,3 回はこう着替えるから洗濯量がものすごいんですけど、何回もしないとならない洗濯で毎回こう引っ張り出す時にこう絡まってると本当になんかやりたくなくなっちゃうので、すんごいこのボール入れてからスルスル出てきてくれるのですごい助かっております。これはみんな使った方がいいと思います。次はこちらです。 BOSE のワイヤレススピーカーでございます。ソニーのちっちゃいやつは持ってたんですけども、講習会とかやる時も借りたスタジオのなんかスピーカーとうまくつなげれないことあったら嫌だなっていうのと、あとは自分が持ってたスピーカーよりもう少しパワフルなものが欲しくて、で夏とかにもなったらね、ピクニックに行く時にももうちょっとパワフルなスピーカーが欲しいなと思っていて、いろいろ調べた結果この辺りのラインナップがいいみたいで、実際お店に行っていろいろな音をちょっと試しにかけてみた時もすごいいいなって思ったんですよね。専門的なことは全然わかんないんですけど、とりあえずすごいいい音だし、もうパワフルさが今まで持ってたものとは全然違くて、大きさもこれ以上大きかったらちょっと運びにくいけど、すごい際どくいい感じの大きさと重さ でとにかく音が超パワフルなので、とってもいいものをゲットできたなって思っております。色はめちゃくちゃ違う、色も黒、赤、水色とか結構4色ぐらいあったので、いろいろ選べていいなって思いました。ピクニックに夏に持っていくのが楽しみです。で、これはまだ使ってないからそこまで分かってないんですけど、ずっと気になっていた DJI のアクション3カメラです。これまで YouTube に、今もそうなんですけど、使ってるカメラも DJI のもので、いろんなラインナップが変わる旅に欲しいなとか、もう一台ねカメラがあったら踊る時とかも違う角度が撮れるのになとか思っていたので、ついに購入できて、これからすごい使うのが楽しみです。もうちょっとちゃんと勉強してから使い始めようと思います。次はこちらです。よいしょ、大きいけどちょっとコーチのバッグです。これはくるみの公演中の休憩時間かなにパッと Facebook を開いた時に広告出るじゃないですか。広告に出てきたバッグで、あ、すごい可愛いなとなんとなく思ってたんですけど、帰国中にモールに行ったらその広告に出てたバッグがいたので買ってしまいました。ポケットが外についとって、中はジッパー付きのポケット一つと、見せ方がわからない、ごめんなさい、もう反対側に2つに仕切りがあって、あとは本当にもうガバッと開いてガバッと物を入れれるタイプなので、私の好きなやつです。普段通勤時はバックパックなんですけど、
洗濯物を持ってく必要がない時とかは、これにトーシューズとか iPad とかお弁当とかその辺入れて通勤できるかなと思って、これから通勤時に役立ってもらおうかなと思います。色もすごい好きですこれ。はい、あとは化粧品系です。いつもリップ系が好きなので何かかんか購入するんですけど、ムアンドのグラスティングメルティングバーム01番ココヌードっていうのを買ってみました。見えないか。帰国する前に結構色濃いめのリップ用品をいくつか買っていて、どれだけこう落ちにくいものでも何回かちゃんとこう塗り直してとかしないとならないので、それがめんどくさい時用にこう少し色がつくぐらいのものが欲しいなと思っていたので、これを買ってみました。つけ心地が本当に柔らかくていいなって思います。まだまだ乾燥する時期が続くので、このぐらい潤ってくれるやつがあると助かるなって思いました。で、これは行く前から気になっていたケイトのアイブロマニア EX6 番の色でございます。そのまま本当に眉毛と目元を同じトーンで仕上げられるっていうのが便利なんですけど、こんなにちっちゃくて薄いのに本当にどんな色も入ってるから、お友達とどっかねお泊まり一日する時とか、あんまりかさばりたくない時とかにもすごい便利だなって思います。色も結構パキッと出てくれるし、こっち側のラメの方も結構キラキラちゃんと出てくれるので、すごい一個で全部やってくれるいいパレットだなって思います。こういうやっぱ気が利いてるところが本当にすごいと思います。はい、これは同じメーカーというか名前なので一つにまとめさせてください。豆乳イソフラボンのクリームとエイジングケアアイクリームです。日本に帰ってみたら自分が思ってたよりも乾燥がすごかったので、私が持っていったジェルクリームよりも少しなんかもったりしたやつがいいなと思って試してみたら、結構少量でも伸びてしっかりと保湿してくれるし、私結構新しいものを試すとすぐに肌が荒れてしまうことが多いんですけど、そういうこともなく保湿してくれたのでいいなって思ったのと、こっちのエイジングケアアイクリームはお友達が使ってるのを見て知って、ちょっと使ってみようと思って使い始めたんですけど、この数ヶ月間冬っていう乾燥と寒い時期もあると思うんですけど、30歳超えてからなんか体もいろんなものが変わってきているのをひしひしと感じておって、実際になんかお昼休み終わってもうあと2時間ぐらいで仕事終わるって時に、ふとこう顔見た時にこの目の下の小じわみたいのがすごい気になっていたので、あ、多分これいい時期にスタートしたなって思ったんですけど、塗り始めてから多分まあちゃんと目元にクリームを塗ってるからっていうシンプルな問題もあるけど、その小じわみたいのが気にならなくなってきたので、これはしっかりと塗って夏にまた買いたいと思います。なんかやっぱりシミとかもそうだけど、できてからよりできる前からいろいろやってた方がいいですねってすごい思い始める年になりました、はい、で最後はこちらです。私の大好きなディプティック、毎回東京に行くと見に行かせてもらってるんですけど、今回はオフレジアの 100ml のボトルを購入いたしました。とても可愛い。裏側はこんな感じです。あまり自分が持ってない匂いなんですけど、とにかくすごいもうお花って感じです。でも甘いわけじゃなくて、なんて言うんだろう、とってもなんだろう、生のお花って感じです。うん、最初にディプティックにはまり始めた時に、ちっちゃい瓶に入ったものを5本違う香り選べるみたいなキットを2回やってるので、何本も香りがまだ残ってるんですけど、ディプティックさんすごい重ね付けとかも楽しめるので、今度は
これにどういうのが合うかちょっと探していくのが楽しみです。その他にもなんかキャンドルはまだ一回も買ったことないんですけど、いろんな種類があって、で中にはリフィルできる、一回使い切っちゃっても中身だけ交換できるみたいなキャンドルも出てるみたいで、すごくなんか目の保養になるというか鼻の保養になるというか、すごい楽しい時間を過ごさせていただきましたって感じで、今回他にもいろいろあるんですけど、キリがないので一番良かったなって思ったものを10選紹介させていただきました。いつもは帰国だいたい2週間半とかのところを、まあくるみ割り人形をね今回はちょっと早めに切り上げて帰国できたのもあって3週間半ぐらい入れたんですけど、いろんな角度から楽しめました。北海道にいる時はとにかくあのスーパーで買えるものがやっぱりこっちとは全然違うので、例えばお魚とかだと種類、売ってる種類がもう本当に比べ物にならなくて、特にサバはこっちで見たことない、もしかしたら探してなかったのかもしれないんですけど、サバを見てもうサバの味噌煮が食べたくなっちゃって、味噌煮は2回して食べました。他にも豚こまとか牛こまとかロースのスライスとかはこっちでそういう切り方で売ってないので、普段だったら買えない、売ってないものを買ってご飯作って食べるのが本当に楽しかったです。夏に引き続き東京でまた講習会もできて本当に良かったです。普段直接お会いしたことのない視聴者のね皆さんと一緒にレッスンできるのが本当に貴重な時間で、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。これからもそういう場を作っていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。本当に今回も家族時間がゆったりあって、美味しいものいっぱい食べて、お友達にも会ってゆっくり話したり思い出話したり、楽しい休暇になったので、また2日後から仕事が始まるので、ぼちぼちって言ってる暇もないんですけど、健康に気をつけて頑張りたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。